こんにちは、速稼塾の久保です。羽田龍馬さんがね、20歳まで本を読まなかったって言われてましたけども、私は逆でですね、高校生の時に1000冊ぐらい本を読んだんですよ。小学校の6年生の時から図書館に行くことを覚えて、それからずっとね、漫画であれ小説であれ、まあアニメのノベライズであれね、もう文字をいっぱい読むことにすごくね、まあハマったというか、ものすごく面白いんですよね。この文章っていうのを覚えたら自分で使いたくなるんですよ。で、新しい言語とかを覚えたら書きたくなるんですよね。インプットしたらアウトプットしたくなる。だからこの繰り返しで私はやってきたのかなと思います。ただ残念ながらね、教科書という類のものは、これはね、読まなかったですね。私は、ね、自分の興味を引くものをもう表紙とか背表紙で選んで、あとはね、テキストの美しさで選んで、それで読むようにしたんで、いわゆる授業で使う教科書っていうのにいまいちね、魅力を感じなかったんですよ。これは私がね、高校を卒業するぐらいまでこの後悔は残りましたね。で、大学に進学しようと思った時に、なんと自分の学力があまりにも低いことに気がついてですね、まあ私は地元の高校を進学校一応ね、高校で出たんですけども、まあおすすめする大学がないということで、結局1年間を棒に振ってですね、代々木ゼミナールに通うことになりました。そこで私はですね、よく小学生からやり直せって言葉があるでしょ。で、私はね、それをね、まともに受けて小学生の時の教科書からやり直すことにしたんですよ。でも小学生の教科書ですからね、それはサク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 進みますよ、ね、で、中学の教科書でやり直したんですけども、中学2年あたりからちょっと父として進まなくなりましたね。でも予備校に行った時に効率的な勉強の仕方を教わって、これがね、ものすごい良かったですね。結局その勉強っていうのは、やり方を教わってから勉強したらものすごく早く進むんですよ。覚え方も、覚え方っていうのがあるんですよね。闇雲に覚えたんじゃダメなんですよ。やっぱり覚える順番とかタイミングとかあるんですよね。これはね、私もう目から鱗っていうか、なんでこれを最初に授業でやんないのかなと思いましたね。まあその授業やったとしても私はね、出てないと思いますけどもまあ私はね、お話ししたように授業にはほとんど出ずに、まあなんと言いますかね、学校には行くけど授業に出ないみたいなね、いや、わけのわかんないことやってましたね。授業が嫌いではなかったんですけども、まあ一応突っ張るね、目的で行ってましたんで、授業出たらちょっとかっこ悪いだろみたいな感じで、授業に出るときはまあ居眠りすることぐらいかなと、あとはね、顔にガーゼをして箔がついてるとき、まあよくね、喧嘩をしてこう顔に、傷口をね、こう隠すためにガーゼしてたんですけど、その時は箔をつけるために教室に入っていったみたいなね、こんなバカなことやってましたけど、まあそこを置いといてですね、やり直せ、小学校からやり直せ、中学のテキスト、そして今でも私やってることがあります。それはですね、この教科書をね、これは高校の教科書なんですけども、いい世の中になりました。メルカリで毎年教科書を買ってですね、これは物理です。で、読むことにしてるんですよ。これは全部中古ですね。これ科学の教科書で、これが日本史ですね。こういうふうに教科書を、ね、安く買えるんですよ、今は。で、これが現代社会でしょ。生物に数一で、世界史の A と現代社会とあります。まだありますよ。やっぱり、ね、高校の時はね、これだけ皆さん勉強してるんですよね。これ国語の教科書ですよね。で、これ、現代文の B というのがありまして、現代文の B ね。で、科学の基礎編があります。で、こういうふうにね、書き込みがあるんですよ。これ使ってた方の、これはとある高校生のテキストをメルカリで卒業の時にね、バーンと出す時があるんで、私はそれ一式買うんですよね。そうするとこのテキストの持ってた人がどこでね、一番勉強したのかとか出てくるんですよね、うん、で、私もそれと一緒に、まあ、高校生になったつもりで勉強すると。まあ、これをね、今48歳になりましたけども、40過ぎてから毎年毎年新しい教科書を買ってね、やるようにしてますね。で、まあ、目的はね、やっぱり勉強する癖をつけるっていうんですか、知的好奇心を刺激するっていうか、興味のあることは興味のあることでやるんですけども、興味のないことにいかに興味を持っていくかっていうね、自分への挑戦でもあるんですよね。ということで、私はね、テキストを結構今読んでるところですね。だから頭にあんまり入んないですね。頭に入らないけども、やろうとしてるっていう意思は結構続いてるなと思います。
で、まあ、それはそれとしてね、自己紹介の時間はZoom ライブの時に設けようかと思いますんで、その時また改めてってことになりますけども、なんて言いますかね、入れた情報が全てのアウトプットだと思うんですよ、私は。だから汚い言葉とか人を貶めるような言動とかっていうのを見たり聞いたり関わったりすると、結局そういうエピソードとか思い出とか言葉を使うようになるんで、悪の連鎖とかね、負の連鎖っていうのが始まっていくと思うんですよね。でも逆にですね、素敵な大人、素敵な若者とやり取りしてると、そういったエピソードか思い出とか言葉しか頭に入ってこないんで、出る言葉もそういう風になるし、行動もそれに習うようになるんですよね。だからやっぱりね、どんな情報に触れるかとか、どんな場面に触れるかとかね、どんな思い出に触れるかってむちゃくちゃ大事で、人を傷つけて平気な人の周りにいたり、そういう情報を取ってると、結局それに近くなってくるんだろうなと思うんですよね。だから用心しなくてはならないと思います。さあ、ここまでまとめるとね、人っていうのはどんな情報に触れるか本当に気をつけないといけないなと思います。それがね、やっぱネガティブな感情になるプラスアルファ時間の無駄、そして脳がね、悪に汚染されるんですよ。悪い言葉や悪いエピソードを頭に入れると、そういう風な脳になっていくんですよ。これミラーリング効果って言って、人っていうのは見たり聞いたりするものを頭の中でもう一回ね、鏡のように再生する機能があるらしいんですよ。だからなるべく綺麗なもの、なるべく美味しいもの、なるべく美しいもの、なるべく素敵なエピソード、こういったものに触れていかないと、で悪いものはどんどんね、排除していかないといけないんですよね。だからネガティブなコメントがパッとね、 YouTube で書かれても反応しないんですよ。それをネタにして、これ皆さんどう思いますっていうふうにやるんですよ。私の方法はね、もうご存知だと思いますけど、そうすると皆さんのコメントをバーッと見て、やっぱりね、前向きなコメントが並ぶんですよ。そうするとその悪意のあるコメントについた良心的なコメントが私の吸収媒体になりますんで、結構アウトプットにね、傷がつかないということになって、私なりに工夫してこういうふうにやってるんですよね。さあ、それでね、やっぱり人に対してもそうなんですけども、まあ、なるべくね、人を励ます言葉とか勇気づけたりとか希望を感じさせるようなこととかね、それからやっぱりこう愛してるっていう女性にはすごく大切ですね。愛してるというのは、そういう意味で言うと、学校っていうのは、私はね、読み書きとか話すとかそういうことを練習する場でもあるんですけども、圧倒的に授業の中で足りないのが恋愛の時間ですよね。やっぱ恋愛っていうのは人間生きてきて避けられないものだと思います。これは学校卒業しても恋愛ってものにつきまとわれますんで、もしくは自分がつきまといますんでね、どのように自分の気持ちを伝えていくのかとか、どのように距離感を保っていくのかとかね、それとも好意を伝えることとセクハラの違いはどういうことなのかとか、どうやったら誤解されるのかとか、どうやったら愛されるのか、もしくはどんな言葉をかけてあげるべきなのかね、こういったものっていうのは、やっぱり学校の先生ぐらいだったら教えれると思うんですよね。恋愛の一つぐらいはしたと思いますんで。でも残念ながら学校の先生はほとんどの場合、企業勤めをしたことがないし、自分で、在宅ワークなりね、自分のビジネスを構築して会社を作ったとかね、そういう経験ないんですよ。企業人の経験ないんですよ。でも授業で教えていることって、将来企業に採用されるための方法なんですよね。だからうまくいかないと思います、私は。先生ってのは就職が即学校の組織に入ることなんで、結局、成長期も学校、就職しても学校、学校の中の閉鎖的な空間にいるんですよ。申し訳ないけど閉鎖的な空間ですね。まあ、もちろんね、積極的に他業種と関わるようなポジティブな方もいらっしゃいますけども、残念ながらどんな人が企業に採用されるのか、どんな人を今の経営者を欲しがっているのか、ベンチャーっていうのは何なのかとかね、株式相場っていうのはどうやってできてるのか、なんで、現代貨幣理論が疎まれているのかとか、主流派経済学との摩擦が何で起きるのかとかね、竹中平蔵っていうのは何者なのかとか、緊縮財政っていうのは何なのかとかね、財務省っていうのはどういうふうな意図を持ってこう動いてるのかとか、これすごく大事なのに全く教えてくれないのが学校なんですよ。これをね、最優先で教えないといけないんですよ、本当は。でもテストに通るような知識ばかりを教えてるから、これはね、本当に刹那的な知識でしかないんですよね。人生が終わるまでしゃぶり尽くせるぐらい使えるものをやっぱり伝えていかないといけない。その中で一番なのは恋愛だと思います。恋愛っていうのは自分の恋愛ばかりではありません。他者の恋愛に対しての
アドバイスもできていくんですよね。だから学校っていうのはせっかく男女が混合でいるわけですから、やっぱりねすごく恋愛環境ものすごくね、整っていると思うんですよ。当然ですけども、私の場合男性なんで、好きな女の子ができた、じゃあ好きな女の子にはお父さんもお母さんも妹も弟もお兄ちゃんもお姉ちゃんもいるってことを想像して、その好きな女の子の人間関係を取り巻いて全部抱えていけるかなってことをやっぱ考えながらね、まあ配慮っていうんですけどね、どういうふうにアプローチしていくかってことを決めないといけないですね。そうすると経験にですね、泊まりに行こうよみたいな話にならなくって、きちんと家族の方とも恥ずかしくないような自分になっていかないといけないなっていうふうな心も育つみたいなことをね、ちょっと堅苦しいですよね、感じるんですよ。やっぱ暴走したね恋愛とか性衝動っていうのはものすごい深いダメージを双方に残しますんで、私はそういうところをね、学校で教えられないかなと思いますよね。まあ学校じゃなくても家庭で教えてもいいんですけども、家庭はもっと教えにくいですよ。家庭で恋愛とか教えてればいいんですけども、なかなかね、なかなかどうしてお前が生まれたのかってことをね、お父さんとお母さんがこういう恋をしてこうなったんだよってことをね、エピソードの一つとしても語れる家庭はすごいと思いますけども、なかなかそういうわけにもいかないですし、まあ片親で生まれてくる方もいたりとか、いろんな事情があるんで、一部ね、タブー視されるところもあるのかなと。親の恋愛を子供が興味をもっと持てるようにとかね、もちろんお母さんまだ綺麗なんだから恋愛もっともっとしていこうよみたいな子供たちに言われるとすごく嬉しかったり恥ずかしかったりとかね、いろいろあるんだろうなと思いますね。で、私の奥さんもねちょっとね片親でございまして、お母さんしかいないんですよね。で、お父さんに私はちょっとお会いできていないんですよ。もうねお亡くなりになってまして、で多分その奥さんのお父さんが生きていたら今すでに私よりね、去年が私よりも年下なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、だからきっと私の奥さん、彼女はね、私に父親みたいな姿も見てるんじゃないかなと思うんで、私はある時は父親のように、ある時はまあ夫のようにね、ある時は普通の男としての姿を見せていたりとか、企業人になってみたりとかね、隠居であったりとか、様々でございますよ。まあこれ話すと長くなりますけども、今回は何でしょうね、何の動画でしょうね、これはね。私のね、本性をさらけ出すではないですけども、まあ見ての通りでございます。まあ、まとめますとね、私は本を、未だに教科書なんていうね、ほとんどの人が卒業してるものを今頃読んで、しかもまだ全然理解できてないというね、どこまで義務教育が遅れてるんだってことですよね。で、それからですね、やっぱり学校っていうのは恋愛のできる場所なんで、大いにね、恋をしてほしいなと思いますし、その思いを未来永劫ね、抱えていくのは、どうかなと思い出したり思い出さなかったりあると思いますけども、やっぱねいいですね、甘酸っぱい思い出といいますか、まあ私にはねモテなかったんであんまりないですけどもでもね、自分が中学生だったらこうかなとか、高校生だったらこんな風な恋愛をしたかなみたいなことをね、こうパーッと想像するとね、ちょっとねあれですね、ほろ苦いですね。ということで明日ライブよろしくお願いします。今日はね何の動画だったのか分かりませんけども、たまにはねこんなのもいいでしょう。ではいってらっしゃい。